どうも、ゴルフプロの三田です。いつもありがとうございます。今回は50ヤードのアプローチをピタッと寄せる方法、ミスをゼロにする方法、これを皆さんに伝授していこうと思います。50ヤードのアプローチというのは、ちょうど100の半分が50になりますので、50をある程度ですね、トントンピタッと、ね寄せるような、こういうアプローチ皆さん打ちたいと思っていると思うんですね。そして50ヤードって、そんなに遠い距離ではもちろんありませんので、そこでのミスっていうのは結構精神的なダメージも大きいので、いかにそこで寄せられるか、これがポイントになります。じゃあどんなミスが出ているのかということなんですが、いろんなミスがありますが、やっぱりダフリトップ、そしてすくい上げるような動きになってしまう人は、やはりですね、インパクトが安定しないんですね。でそこでボールを少し右に寄せて打ちましょうみたいなことを聞いたことあると思うんですが、この右に寄せることによって少しフェースがかぶって左に打ってしまうような、こういうミスも結構出ます。で、左に上がらないようなボールが出るので、上がらないのでまたすくい上げるみたいな、こんなことが起きて、その負のスパイラルに陥ってしまうことが結構多いんですね。ですからそうならないようにまずは、基本の形を覚えましょうということなんですが、じゃあちょっと右に寄せて打つっていうのはこれは悪いことではないんですね。少し低めにスピンの効いたボールも打てますので、それを少しね、このチャンネルでは皆さんにもご紹介しているところではありますが、こんな風にですね、トントンと行きたいわけです。じゃあ、何をすればよいのか、どうすればミスが減るのか、ゼロにするのか、寄せられるのかということなんですが、今回はですね、2つのポイントに絞って、皆さんにお届けしていこうと思います。じゃあその2つ何か、1つ目、打つ前の構えとしてフェースを少し開いて構えてみてください。というのはフェースは右にボールを寄せると少しかぶります。ですからこの形でスクエアにフェースを向けるとちょっとかぶった形にクローズドフェースになってしまうんですね。ですから低く左にボールが飛んでしまう。そこでフェースを少し開いた状態でボールはちょっと右に寄ってて構いません。その状態でじゃあ打ちます。これである程度の方向は確保できます。左に引っかかるようなことが少なくなります。じゃあ今度はですね、それが今1個目ね、フェースはちょっと開きましょう。じゃあスイングとしてもう1個ポイントがあります。それで2つ目ですね、そのスイングとしては、50ヤードの距離を確実に打つためには、体と腕のクラブの一体感が大事になります。ですから今なんとなくこう振った時に腕の動きだけでこう振ると距離が安定しない、どちらかというと距離が落ちます、ですから体の向きを打っていく方にしっかり向けていく。その時に体の正面に腕とクラブがある状態で、フェースは開きません。1つ目のポイント開くわけですけど、体の向きを打っていく方向にしっかり向けてあげることによって、ある程度クラブに勢いがついた状態、そしてフェースもちょっと開いている状態なので、ある程度止まるような雰囲気のショットが打てます。ですから、体と腕とクラブ少し一体感を持って振ってあげると、ローテーションも非常に抑えた状態で振りますので、フェースの向きもすごく安定します。ですからフェースを開いて、そして体と腕とクラブ、これが一体となってスイングをしていくと非常に安定した50ヤードのアプローチが打てますよということです。じゃあこれどういう練習をすればよいのかということですね。ただ、それがポイントだよということだけではうまくいかなかったりしますので、練習方法としては、この、ボールの位置、今これね右に寄せてるんですが、ちょうど右足の前、右足の前よりもちょっとだけ右に寄せてやってみてください。そうすると少し鋭角にクラブヘッドを落とすような雰囲気になってくるのと、ボールは少し低めの感じでこう飛んでいくので、フェースが開かれているかどうかということがちゃんと確認できます。ですから低く飛びすぎてしまうと、それってフェース開いてない状態なので、右足よりもちょっと右にボールがあって、フェースがちゃんと開かれているとボールの高さがある程度出た状態でトントンと落ちるような感じになりますので、これで確認することができます。こんな風に普段よりもちょっとボールをですね、右足よりも右っていうのは結構右になりますので、それで構えて打ってあげると、少しその自分の
形が正しいかどうかというそういう判断ができるようになりますので、ぜひこれをやってみてください。今回は50ヤードのアプローチのミスをゼロにするね、ピタッと寄せる方法を皆さんに伝授してきました。ポイントは2つ、これをしっかり押さえてやってみてください。チャンネル登録いただきますと皆さんにいろんな情報を、ね、この動画でお届けできますので、登録しておいていただけると非常に嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。